なんと11月4日、春日井市総合福祉センターで9年ぶりのコンサートを瀬戸のコーラスかりんさんと共に開催。団員26名中半数が初コンサートで、今からドキドキ。でも気合は十分。今日は地元春日井のコロニーブランコの歌と、みんな違ってみんないい、まさに春ぴったりの歌を心を込めて歌います。曲は私と小鳥と鈴とブランコ。